エティエンヌ・シャルル・ドロメニード・ブリエンヌは、フランス王国の政治家で、最小及び数奇教である。15世紀から続く、リムーザン出身の名家の子として、パリで生まれた。神学校での優秀な経歴を経て、聖職者となり、1751年に、神学体系論の教授となる。ローマ訪問後、1760年の今度の、司教就任を経て、1763年、 トゥールーズ大司教に転じる。1766年から1769年には、モン・サン・ミシェル大修道委員長となった。チュル号、ボルテールらの著名な文化人を友人に持ち、1770年には、アカデミー・フランセーズの会員に選出される。聖職者として役職に就くなど活躍する一方で、政治や社会思想にも興味を示し、 チュル号に貧困に関するいくつかの覚書を送っている。1785年、特権階級への課税を含む税制改革を計画したことで貴族からの反発により罷免されたカロンヌの後を受けて、財政国務会議議長として財政を指導し、ついで最小となる。経済活性化のため、国内の生産物取引の自由化や地方議会の設立などを実施するが、 新たな税の設立では、高等法院と対立する。このため、国王類16世の林親法廷によって、高等法院に、新税の登記を強制するが、翌日には、高等法院がこれを破棄。高等法院はこれにより、トロワ追放となる。この追放はすぐに撤回されるが、三部会の召集を、呼びかけ世論を背景に、強硬な態度を崩さない高等法院の前に、 新税の代わりの交際の発行も止められ、ルイ16世によるラモアニオンの司法改革も挫折するに及んで、1788年、最小を辞任した。辞任後は、数奇教となり、イタリアに滞在したが、フランス革命の勃発に伴い、1790年に、聖職者民事基本法が制定されると、これに宣誓したことで、ローマ教皇からは、数奇教を罷免された。 その後、フランスの修道院に陰性したが、1793年に反革命の容疑でサンスで逮捕され、獄中で服毒自殺した。ありがとうございます。